提督より惑星ピリオでの帝国の極秘施設の探索を求められた。観測所と呼ばれており、皇帝陛下がそこに敵に渡すことのできないアーティファクトを保管していたらしい。極秘扱いが要求されるため、この任務は最小限の人員で行う。エージェント1名、1分隊。いつもなら私自身が出向くところだが、出る。そこではお前の技術が必要になる可能性が高い。いいか、観測所を見つけ出し、そこにある全てを破壊しろ。勘が正しかった。この場所には何かあるはずだ。ここで待て。スキャナーに見つかったな。大丈夫さ、アルツ。ここで待ってろよ。私もの見たい。戦いに来たわけじゃない。下に何かいる。自然に反する何かだ。呼びかけているのか。想像を超える何かだ。帝国を嫌ってるのは僕だけじゃないのか。ダメだ！あなたを出すな！
けがいるかい？ここから出してくれ。動くな。あんたは知ってる。どうして助けた？求められたからだ。おいおい、それじゃダメだ。これで。おい、待て待て。ジェダイの話はよく聞いた。コールさんとのガキには恐ろしい話だった。さあ、ここから一緒に出るぞ。探し物のようだね。僕もコースに導かれてここまで来たようだね。とんだ偶然だろ。この世に偶然なんてものはない。フォースがその力で見張りを突破したのか、それともそのライトセーバーで。悪かったね。やはりな。で、なぜ俺はまだ生きてる。彼らは選択の余地をくれなかった。またバグだ。ここはお互いに助け合うんだ。その方が良さそうだ。なぜ攻撃してくるんだ。怒ってる。巣を荒らされたから。全くまるでコンクリートだ。触れた瞬間に固まるぞ。そして粉々にもなる。ここだな。皇帝の観測所が近いぞ。それが目的か。心配するな。破壊するために来たんだ。待て、観測所が守られてる。防御システムを解除しないと。どうするか。あの英雄たちも。クソ、あのアンバーで覆われてる。端末を掘り出そう。どうだ。いいぞ。防衛システムが起動してる。カウントダウンが進行中だ。防衛システムが彼らを刺激してる。バグを差し付けてる。押さえておく。あなたは作業を。彼らはとても怒ってるみたいだ。
一箇所だ。もう端末が見当たらない。そう、端末がこのアンマーに隠れてる。すぐに柱を壊して見つけてくれ。はい、ここだ。よし、任せろ。あと4分だ。バグどもは中にあるものを嫌ってるみたいだな。何もないぞ。どうやって開けるんだ。こうさ。皇帝の秘密施設でどうしてフォースが必要になる。どう思う。ジェダイを滅ぼした皇帝も実はジェダイだったというのか。いや、ジェダイよりも恐れるべき相手がいたってことさ。どこが危険なんだ。皇帝が守ってたってこれか。ガラクタじゃないか。とも限らない。それはこのコンパスをもらって構わないかな。ここの破壊が任務だ。持ってく理由は助けた代わりだ。ありがとう。君の任務を止める気はない。だが帝国はあといくつの星を傷つけるんだ。出会えてよかった、ベル。それでどうする。お互い出会わなかったふりをしてこのままお別れするか。多分無理だろう。まだ迷いがある。ああ、迷いならあるさ。俺もバカじゃない。帝国のやり方は分かってるけど、どうしたらいい。選ぶんだ。反乱軍を。いや、正しき道を。フォースと共にあれ。